7月31日木曜日、木本杯日米少年野球大会に出場する選手の結団式が行われました。今年、株式会社木本三重工場が毎年開いている少年野球大会が10回大会の節目を迎えたことを記念して、木本の海外工場があるアメリカ合衆国ジョージア州のシーダータウンで活動する少年野球チームとの親善試合を行うことになりました。今回この遠征に参加したのは、毎年木本杯に出場しているいなべ市と桐蔭町の少年野球チームから選抜された6年生17人。チーム名はオールいなべです。参加した選手は、素晴らしい機会を作ってもらい嬉しいです。一致団結で自分たちの試合をして友好を深めていきたいですと話していました。シーダタウンの皆さんの歓迎を受け、球場に到着したオールいなべは、8月2日、地元リトルリーグ協会の5つのチームから選抜された11歳と12歳のオールスターチームと対戦しました。オールいなべの選手は、対戦相手の体の大きさに驚きながらも、日本のきめ細やかな野球を前面に出し、自信を持って試合に挑みました。2試合行われたうちの1試合目は、ピッチャー橋本くんの好投や打線のつながりもあり、6対0で完勝しました。選手の一人は、相手チームはとても強かったけど、僕たちは自分たちの野球ができたのでとても楽しかったし、一生の思い出になりましたと感想を話していました。帰国後には開壇式が行われました。副キャプテンを務めた三郷スーパーキッズの栄田大成君は、アメリカの人とも触れ合え、いろいろなところに観光もできて良い経験ができました。ありがとうございますと選手を代表して感謝の気持ちを伝えていました。木本の関係者は、この経験を大切にして今後様々なことにチャレンジしてくださいとエールを送っていました。